はい、こんにちは、ブラゲです。今回の Don't Starve Together 初心者向け解説動画のテーマは体力の回復手段3選です。ドンスタね、ウェルナっていうだけあって、空腹度とかあと消気度とか、時間経過でね減っていくものの回復方法っていうのが非常に目が行きがちなんですけども、やっぱり強い敵と戦うとね体力が減っていくことも多いので、もう体力の回復手段っていうのもすごく重要になってきます。おそらくね多くの人が、料理で回復するのかなと思うんですけれども、それ以外もね回復方法ありますんで、メリットデメリット、あと詳細合わせてちょっと簡単に説明していきたいと思います。ドンスタの解説ねいろいろやっておりますので、チャンネル登録や高評価、あと SNS のフォローなどぜひぜひお待ちしてます。ということでね、回復手段についてなんですけれども、3選ということで3つですね。食べ物、料理、テントなど、あと回復アイテム、この3つに大体なります。で、基本的にはね料理、食べ物と料理がいいかなというふうに思います。これのねメリットはやっぱり空腹度、消気度、こういった低下もね一緒に回復できるっていうことと、あとアイテムの種類がやっぱり多いよっていうことと、一回ね瞬時に回復できる量としては料理が一番多いです。はい、なのでやばいと思った時に食うという意味では、食べ物料理が一番いいというふうになります。ただデメリットとしては、やっぱりですね腐っちゃうとか、そういうようなデメリットはありますね。あと、HP だけ、体力だけ低い、空腹度消気度はいいのにな、 HP だけが低いっていう時にちょっと適切でない場合があるっていう、この辺がデメリットといえばデメリットになってくるかなと思います。で、2つ目がテントです。テントはね作る方多いと思うんですけれども、テントの中に入ってグーグー寝て HP を回復すると。で、これはね時間はかかるんですけど総回復量が多いっていうメリットがあるし、後で説明しますけれども熱中症などを防ぐこともできますし、消気度もね一緒に回復することができます。ただね、常に持ち歩けたりするものじゃないっていうようなデメリットもあります。で、3つ目が回復アイテムです。これね実は意外に使ってる人が少ないのかなって思ったりすることもあるんですけれども、これは体力回復に特化しているものです。で、一番のメリットはこれは腐らないですね。腐らないので、持ち運んで作り置きしておくことができるということが最大のメリットになります。ただ、回復量という意味では食べ物の方が多いものがありますし、結局空腹度消気度は回復できないので、そこら辺を一緒に回復できる食べ物の方が、便利っちゃ便利だけど、腐らないっていうメリットを生かすっていう意味では回復アイテムがいい場合もあります。この3つについてね簡単に説明していきたいと思います。はい、ということでね簡単にここから3つについて説明をします。1つ目がねテントですね。これは拠点にあるといいかなっていう感じで、2つ種類があります。1つが昼用、片方が夜用ですね。で、通常の夜用のテントっていうのはシルク6、枝4、ロープ3で作ることができて、夜中のみ、使うことができます。で、合計6回使うことができます。これ眠るテントってやると中ですや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 ので HP が2ずつ回復していきます。で、これちょっと右上のねゲージちょっと見えないんですけども、これ消気度も1ずつ回復しているんですが、満腹度も1ずつ減っています。はい、なのでそこは注意してください。あと HP がマックスまで増えた場合っていうのも、実はね、満腹度は減っていってるので、HP が十分回復したらそのテントから出ることを忘れないようにしましょう。6回っていう少ないところではあるんですけども、やっぱり、長く回復できるという意味では便利なので拠点に作っておくのをおすすめします。で、もう一つが、シエスタ、お昼寝用のものですね。からシルクに木材4、ロープ3で作ることができます。木材も、そんなにね、豚小屋とか壊せばゲットできるので、意外に簡単に作ることができます。で、これは昼のみ使うことができます。さっきのね、テントとは逆で昼のみです。夕方には出てしまいます。で、やはり6回使うことができます。で、毎秒2ずつ体力を回復する、消気度は5ずつ回復する、ここはですね同じです。はい、テントと同じです。一方で満腹度はちょっと消費が少なくて、毎秒3分の1、0.3333 ずつ減っていきます。はい、で、一つ、テントと違う点としては、熱中症を防ぎます。はい、体温がね、今もなってると思うんですけれども、40度以上になった時に入ると、40度まで、実際39度まで、40度になる直前まで回復してくれます。はい、なので、いざっていう時にですね、やばいと思った時に、
夏にここに駆け込んで、熱中症を、まあ、防ぐ、まあ、もしくはあとね濡れ度もね低下させてくれるんで、まあ、そういった意味でもね体力回復のついでにやれることができるという点では便利だと思います。まあ、これもね全然余裕があったら作っておいていい設備かなというふうに思います。で、次が体力の回復をアイテムでやる場合です。でこれはねやっぱりねアイテムが腐らないっていう大きなメリットがあるものになっていて、だいたい3種類ですね。で1つ目が蜘蛛戦です。はい、ね蜘蛛を倒した時に 25% の確率でドロップしてくれるようなアイテムになってます。まあ、これはねおそらく多くの人が見たことがあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、これを使うとね HP が8ずつ回復していくような形になってます。でただですね、実はこの蜘蛛戦、傷薬っていうものに変えることができます。はい、これね今ね蜘蛛戦で回復しますね。普通の蜘蛛戦で回復するとこうやって8しか回復しません。まあ8は嬉しいんですけど、まあ、やっぱりねちょっと回復量としては足りないんですけれども、実は蜘蛛戦1個と石1個、まあ、あと灰2つね、これで、傷薬っていうのを作ることができます。で傷薬はね、まあ、作るのは非常に簡単なんで、まあ、灰をねちょっとうまく集めておく必要がありますけど、これはですね体力20回復します。はい、で蜘蛛戦よりも2倍以上の効果がある、 2.5 倍の効果があるということと、やっぱりね腐らないっていうことで序盤はこれを量産しておくと、まあ結構後々使えて便利かなと思います。はい、でもう一つが蜂蜜シップです。これはパピルス1個と蜂蜜2個で作ることができるものになっています。はい、でこれは、体力30回復します。で傷薬よりはねちょっと作成難易度が高いというか、序盤はちょっと足をね他に回したいこともあってパピルスをちょっとここに回す余裕がない場合もあるんですけど、足が余ってたら、まあ、あと用あの、ね、蜂蜜をね作ってたりしたらね、養蜂箱とかで作ってたら、まあ、これも全然効果があるかなと思います。まあ、体力30回復しますね。これも量産すると、まあ、ボス戦としてはかなり安定するかなと思います。まあ、この辺3つのアイテムをね、うまく使っていくと、まあ、料理に頼らずね、腐っちゃう料理に頼らず長く保存しておける体力回復のものになると思います。最後は、まあ、料理です。まあ、料理はね、おそらくいろんなところで解説がたくさんされているので、今更というところもあるんですけども、空腹度、消費度も一緒に回復できるのがやはり大きいポイントになっています。で、単体で回復する場合っていうのは、やっぱり青キノコかなというふうに思っています。青キノコね体力20回復できますんで、まあ、小キノコの低下はね緑キノコでどうにかするというところで、これがまあおすすめです。まあ、あとやっぱり洞窟でねゲットできるっていうのがちょっと大きいかなというふうに思ってます。であと序盤、本当に最序盤にですね体力回復の料理を作りたい場合はやはりトレイルミックスですね。最序盤おすすめです。バージンナッツさえあればこれ作ることができますんで、トレイルミックスがおすすめです。であとはもうみんな大好きピエロギとフィッシュスティックです。ピエロギとフィッシュスティックは実は両方全く効果が変わらないんですけども、まあ、体力40回復って大きく回復できるという点がいいんですけども、序盤はですねフィッシュスティックの方が素材集め的にはまあ池で、ね、釣りをするだけなんで、まあ、楽かなというふうに思います。ただですね池で魚を釣るって結構時間かかるんで、卵が、量産できるようになったら、まあ、ピエロギの方が作成時間は時短できるかなというふうに思います。まあ、なぜならね、まあ、今もちょっと、やってますけども、カエルの足とかさえあれば、まあ、どんどんね、卵を、鳥に産ませてってことができるので、まあ、これはね魚を釣るよりはかなり時短でアイテムを作ることができるということで、まあ、ピエロギの方が後半はおすすめかなというふうに思います。ということでね今回は体力の回復の仕方3選というテーマで説明してきました。料理はねおそらく多くの人がやっていくところかなと思うんですけれども、個人的にねアイテムですね、回復アイテムを作っておくっていうのは、まあ、後半ねボスに挑もうと思う時の安心感が違うので、まあ、序盤から計画的にね貯めておくと、まあ、結構いいかなと思います。マルチの時とかもね意外にお勧めできる方法かもしれません。今後もですね、ドンスターブトゲザーの解説やってきますんで、チャンネル登録や高評価、あと SNS のフォローなどぜひぜひよろしくお願いします。それじゃあ油揚げでした。バイバイ。